今日はね11時ぐらいまで20分ぐらいしかできないんですけど、ちょっとねのんびりとやっていこうかなと思います。あ、またさ45分からって言った気がする。また早めに始めちゃった。45分って言ってたよね絶対。なんで早めに始めちゃうんだろうね。最近ポンコツが加速してる気がするなんかさめちゃくちゃさ目が痛いんだけどさ、またさ物もらいできるのかな私。こんにちは。めちゃ目痛い。なんか目が痛くて辛い。なんでやねん。お腹すいちゃった。こんにちは。今日すっぴんだから顔薄いんですけどそう昨日さ布のマスク洗うの忘れたから今日紙マスクなのめっちゃ忘れた。朝気づいた。ああと思って洗うの忘れちゃった。こんにちは。で茨城ねレッスンめちゃ楽しい。めちゃ楽しいよ。こんにちは。お疲れ様です。ありがとう。こんにちは。頑張ってください。ありがとう。今日もね楽しく やりました。よいしょ。あとね今日はね朝6時に起きたの。早いでしょ。集合が早かったから6時に起きて、そう準備してきた。一回カメラ下ろすね。よいしょ。めっちゃ口ずさんじゃいそうなんだけど、口ずさまないように頑張るぞ。よくない？朝6時ってマジ早朝なんだけど。でももうさこの季節だからさ6時になったらさ外明るいからなんか朝って感じ。そう朝って感じ。冬のね6時ってさ日によってはめっちゃ暗い。雨の日とかむっちゃ暗いけど、もうこの時期5時ぐらいからもう明るいですからね。早い。やっぱ外が賑やか。でもすごい茨城楽しみだな本当に。はじめましてを。ありがとうございます。おはよう。さやかちゃんはお腹が空いたからちょっといい時に食べたいな。でもまだ10時だからね。今日7時くらいに朝食食べてるから、まあ、3時間しか経ってないからちょっとまだ飯を食べるには早いな。マジブリのライブ劇場で見たサリンの楽しさ元気さが伝わってきた。お
ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。なんかうわ電気カチカチってなった気がした。こんにちは、こんにちは。なんで目痛いんだろう。なんかここがすごい痛い。まばたきすると目痛いんですよ。困っちゃうな。今日はね夜間に合えば全然ショールームやるので、この時間お仕事で見れない方にも朗報ということでじゃあこの前物もらいになったのこっちの目でさ、まださちょっといるんですよ、ここに。まだちょっともう、ま、目何外からわかんないけど、まぶたの裏側にまだポコってあるの。まだ治ってないんだけど、今回なんかここなんですよ、下が痛い。下に物もらいできるのかな。じゃあ最近物もらいになりすぎじゃない。なんで物もらい、物もらいの原因ってなんだろう。なんで物もらいができちゃうんだろう。原因、抵抗力が落ちたりした時など何らかの理由で感染し炎症を起こすため。でもまだ茨城まで1ヶ月あるから1ヶ月で治す。お薬を刺して。あ、めちゃくちゃ見えそう。大丈夫だった。試験さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。早く治ってほしいで ござるな。こんにちは、初見です。ありがとう。今日さ、昨日か昨日学校始まった人とか多分多いからさ、月曜日だから、友達に進級おめでとうってさ LINE したそう、おめぴーって、新生活って感じやな。さらに友達もなんか一人暮らし始めたみたいな言ってて、みんな新生活が始まっていていいですね。こんにちは。すいた。でも今日これがいろいろ終わったら、久しぶりに2週間ぶりにお家に帰れるので、マジでハッピー、ハッピージャムジャムって感じ。嬉しい、嬉しい。こんにちは、こんにちは。まあどうせすぐ東京来るんですけどね。数日お家でちょっとのんびりしたら爆速で東京に来ます。次東京来るときは任天堂スイッチ持っていきたいな。でも
動画の編集しないとやばい。なんか一回よかったら動画の編集いっぱいしたい。今日昨日か一昨日一昨日マネージャーさんに YouTube どうって、ちょっと編集する時間がねっすよっつったけど、さすがにそうそう出さないとやばい。呆れられちゃう。自分でやりたいって言って YouTube 始めたのに。あー頑張るぞーい。主典さんこんにちは。こんにちは。あ、そうだ、最近気づいた方いるかもしれないですけど、ツイッターのヘッダーの写真変えました。長野は桜満開。本当やば、帰るの超楽しみなんですけど。もう東京は完全に葉っぱですよね、桜ね。え、そう、私のツイッターのヘッダーはマジムリの集合写真。めちゃエモくない？これが今のエイト。なんか47の位置なんですけど、これ47めっちゃいいとこにいたんだけど、立ち位置良かった。サビとかめっちゃ3.5 の一番前だったから、結構真ん中の一番前で嬉しかった。そう、花粉症の方あれきっと大変だと思うわ。まあなんか自分に合ったお薬とか飲んで、なんかね注射とかしてやるとなんか花粉症に効くみたいな聞いたことあるけど、でもさ、あんま当事者じゃないからあんまり知らないんだけど、注射したりとか、あと鼻の粘膜焼いたりするといいって聞くから、なんか自分に合った治療法というか対策法を編み出してください。決めてくだ、なんか乗り切ってください。市販のお薬もいっぱいあるしね。うちの兄ちゃんも花粉症だからアレグラとか飲んでた気がする。今年は知らんけど毎年飲んでた気がする。花粉症になるちょっと前から飲まないと効かないんだよねとか言ってた。そう、時期が始まるちょっと前から飲まないと効かないんだよねって言って飲んでた気がするんですけど、もう皆さん体調には気をつけて。ささやまだ花粉発症してないから悠々自適な生活を送ってるんですけど、いつなるかわからないからね。ほんと知識は入れておくだけ入れておくと今後便利かなと思ってるよ。今日久しぶりに家族に会うの楽しみだな。なんかこの2週間こっちにいる間にさ、めっ子と一個の写真がよく送られてきてたんだけど、もうほんと帰りたくてさ、あんかわいいって思ってたけどさ、またどうせすぐ東京来るから会えなそう。会うのも怖いしね。家に引きこもりタイムの始まり始まり。運動したいな。でもプレステのゲーム一回ちょっとやって、心の休息を取りたい。寝てるから体の休息は取れてるんですけど、もう心がずっと切羽詰まったまま来てるから、一旦ゲームを1時間ぐらいやって落ち着かして、動画編集してダンスの練習してダンス完璧にして東京行きたいです。そう、たでもね、今回の家に帰ったらダンスめっちゃ完璧にしてこっち来ようと思って、
モチベーションゴリゴリに上がっています。なんかみんなとメンバーと会うとさ、なんかうわ完璧に踊れるようになりたいと思ってめちゃやる気出る。お家帰ってもその気持ちを忘れずに3日間で全曲仕上げてこっち行きたいな。そう1ヶ月もあるからこの辺で完璧にしとけば本番本当にその余裕を持って、そうプラスアルファのことができるじゃん。完璧にしておけば、完璧じゃないとさ振りのことで頭いっぱいになるけど、振りを完璧にしておけばその後ファンの人にアピールするところはするとかさ、なんかこう表現を変えるとかさ振り幅ができるやん。だからちょっとやりたい、ちゃんとできるようになりたい。せっかく久しぶりのツアーだしね、ツアー出るの珍しいからチューブ以外のツアーもう初めてじゃない？16人でのツアーでチューブ以外やった、成長。全然呼ばれなかったからめちゃ成長した。あだすい売れピー、真面目に書くお疲れ様です。ありがとう。私はライブパートと一日だけゲストだけですけど、ありがとう。こんにちは。まあそろそろ終わりにしようかな。もうすぐ11時になる。また次のまあまあ11時からじゃないんだけど休憩フルでやるとあれだか、余裕を持って終わらせるためにそろそろ終わりにしたいと思います。ランキング読みますね。13位ベベモンさんありがとうございます。12位カムサムニラ韓国からありがとうございます。11位ダイカンさんありがとうございます。10位ケンケンさんありがとうございます。9位アヤカンちゃんありがとうございます。8位マサトさんありがとうございます。7位シンラバンショウさんありがとうございます。6位カボチャ先生ありがとうございます。5位ピアノマンさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位プニョさんありがとうございます。2位トモチさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイ。ということで本日もお付き合いいただいてありがとうございました。今日はお家に帰るので、帰って余裕があればショールームしたいと思います。多分すると思いますではではでは皆さん、午後のまだ午前ですけど、今後のお仕事も頑張ってください。この変な時間にやってごめんね。ではまたね、バイバイ。